母さん、7月に入りすごく暑くなってきました。模様替えしてすだれをつけたりして染めてたのに、そのすべてを無に返すほど暑いです。もう足り合いそうもないので、今年は早いうちに帰省したいと思ってます。そういえば冷凍庫の隅から古い保冷剤が出てきたので、それを使ったらこんなことになったんですよ。母さん、これは暴れるほどあまりに暑かったので、冷凍庫の隅にあった古い保冷剤を持ってきて顔に当てて寝ました。そうすると確かに涼しかったんですが、顔がなんだか痒くなって、暑いわ痒いわでもっと辛い状況になりました。というのを映像にしてみたんですが、そしたらカオスです。ここはいろんなお菓子たちが暮らすおやつの国。ナマコの腸から生まれたこのわたくんは、子供たちから好かれないあまりにやさぐれてしまったようです。聞いてくださいよ日本酒おやじ、子供たちはなんでこのわたが好きじゃないんでしょうね。そうそうわかる、子供たちもね、好き嫌い言わないで日本酒くらいカーッと飲めってんだよな。そうです、その通りですよ。その頃おやつおじさんも悩んでいました。いくら子供たちが喜ぶからといって甘いおやつばかり選んでいたら、このわたくんもかわいそうだ。よし、明日はちょっとチャレンジしてこのわたくんをおやつにしてあげよう。そして次の日、よーし、今日のおやつはこのわたくん。あれ、このわたくん、だいたいこのわたなんて柔らかいんだから離乳食にもいけると思うんですよね。ああ、その通り。それを言ったらミルク代わりに日本酒ってのもありだな。このわたくんいない。じゃあチョコくんとキャンディーちゃん、今まさに大きなチャンスを逃したことに気づいていないこのわたくん、負けるなこのわたくん、頑張れこのわたくん。冬物はやっぱりね、怖いんですよ、かじるのが。メロンだね。甘みがないですね。なんか美味しい。1個子供にあげよう。この辺向かしてます。カニが教えるあなたにぴったりのアイドル。アイドルブームに乗り遅れてどれを応援すればいいのかわからないなんて皆さん、こんにちは、カニです。今日はそんな皆さんのためにあなたにぴったりのアイドルを紹介するわ。それじゃあこれからする質問にイエス・ノーで答えてね。第1問、数は多ければ多い方がいい。まあ、大いに越したことがないのは水揚げだかと一緒よね。ここはイエスでしょ。第2問、整形手術にも賛成。カニの身をほぐして缶詰に詰め込まれることを考えたら全然イエスでしょ。イエスと。まだ発育しきってないアイドルはリリースしてほしい。小さい毛ガニを見たことないのはそのためよね。イエス。女の子が頑張っている姿よりもがいている姿が好き。カニカゴの中でもがいている姿がカニにとっての晴れ舞台よね。イエス。プロデューサーなら魚の帽子をかぶった男がいい。うん、一人だけ心当たりがあれば。イエス。口パクより味噌パクが問題だ。カニ味噌が詰まってそうと思わせといてスカスカ、それが味噌パク。センターならやっぱり境港水産物直売センターだ。うん、どこでもいいけど紅ズワイ水揚げ日本一は伊達じゃない。イエス。決まった。あなたが応援すべきアイドルはカニ色味噌オーバー Z。 漁港に会いに行けるアイドルとして有名よ。それじゃあね、カニでした。バイバイ。いやはは、お、森日記。2013年1月、ベランダから見えるガスタンクの存在に日々うなされていた。ガスタンクが日に日に近づいてきている気がした。2013年7月某日、現実逃避をしようと映画に入ってみた。はい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 、あ、いやちょっと照れるな、ちょっと、まあ、準備っていうものがあるからさ、いきなりちょっと構想怒られてちょっとびっくりした。虚しかった。同月某日、現実逃避をしようと合成での海外旅行を試みた。おお、イタリアだ、すごい、コロセオだ、わーい、
楽しい。虚しかった。2013年7月某日、社会は UFO キャッチャーそっくりだと思った。ゴールデン街で彼女は猫を撫でていた。この猫ね、舌が肥えてキャットフードを食べないんだと彼女は静かに笑った。続く。今日はこのカレーに砂糖をかけて食べてみたいと思います。カレーに砂糖をかけるっていうのはよくわからない話なんですが、秋田県では稀にある話だそうです。例えばですね、先日秋田に行った時に秋田に住んでる方に茶碗蒸しを作ってもらったんですが、その茶碗蒸しにももちろん砂糖が入っています。しかもガンガンに入ってます。その方に聞いたのがカレーに砂糖なんです。まずかいけど、甘いカレー味のお菓子を作れって言われたら多分これを作って、僕が上司だったらこれを作ってこれたらボツっていうかな。秋田は砂糖の消費量が全国で、4位だそうです。消費量1位の長野とかはもうカレーって言ったらもうこのカレーがなくてここがもう全部砂糖なの。まだそっちがいいかな。中華鍋スピン対決の旅。はい。この中華鍋、これに、乗りまして回ります。はい。より多くスピンした方の勝ちね。じゃあ行きます。はい、ここ行きますか。怖い。1、2、3。あー、3回半。意外とできなかったですね。ちょっと重心が、重心があれでしたね。勢いはあったんですけどね。いきます。1、2、3。おー、伸びがありますよ。意外と。おはい、4勝3分の2ぐらいですね。はい、安全策の方が良かったという。そうですね。こういうのでなんか坂井君に勝つっていうのなんかあんまないからちょっと嬉しい。鬼の階段。これは昔本当にあった話だそうです。ある時、鬼が鬼ヶ島で桃太郎を待ち構えていた時のこと。その日はいつも以上に不穏な空気が漂い、鬼は嫌な予感がしていました。遠くに見えてきた桃太郎一行は明らかにいつもとは違う雰囲気でした。鬼が目を凝らしてみると、その桃太郎が連れていたのは狼、ゴリラ、プテラノドンだったのです。キャー。これから帰るところですか？あ、今仕事が終わったばかりとか。金曜なのに仕事終わってそのまま帰るって寂しいですね。あ、植物って出会いがないって言いますもんね。これから飲みに行きませんか？明日土曜なんだから大丈夫ですよ。はい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 。ですよね。行きましょうか。ビョンビョン。ビョン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 。我が社の思考のスキップの方が上のようだな。いや、あいつは靴にバネが仕込んである。
言いがかりはやめろ。あ、通りすがりのリニアモーターカーの磁石にくっついたのが証拠だ。思考の反則負けとする。ドドーン。今度の日曜日は参議院選挙の開票日。懸念されているのが若者の投票率の低さです。去年の衆議院議員選挙では20代の投票率はなんと 37.89%。 東北大学の研究によると、若年世代の投票率が 1% 低下すれば、彼ら1人当たり年間およそ13万5000円分の損失となるそうです。そこで若者に投票に行かないと13万円損するよというのがいいのではないでしょうか。一方、バランスを取るためにはおじいちゃんの投票率を下げてもいいわけです。おじいちゃんには、俺だけど今度の投票日変わったからと電話で嘘の投票日を教えて、おじいちゃんたちの投票を妨害しましょう。若者には投票に行くとかっこいいしモテるよと褒めるのもいいでしょう。一方、これから投票所に行こうとしているおじいちゃんには、何言ってんのおじいちゃん、もう投票行ったでしょと声をかけるのがいいでしょう。また若者には、外国では若者こそ投票に行ってるよと教えてあげましょう。そしておじいちゃん用に投票所の近くには孫用の布通りを置いておくのはいかがでしょうか。大体のおじいちゃんたちは古風な幼児用品に吸い寄せられます。若者にはこれからは君たちの時代だよと言い、おじいちゃんの足元にカンピョを巻きつけて足止めをするのもいいでしょう。若者には君の投票を応援してるよと声をかけ、公園にはおじいちゃん用に漆塗りのヘルストロン屋が開業したと嘘の張り紙をしておきましょう。それでは今度の日曜日をお楽しみに。ベチ、硬いわ、怖い。あとメキシコさんっていうのは怖いですね。飲み込まずに喋ってるから。今毒が口に。そう、毒がこの辺あるんですね。中学ぐらいまではすごい女子プロが好きで、女子プロレスラーになるとか言ったんですけど。ついていけました。いやもう、どうなんですかね。いやもうこの時点で息上がってるの私だけです。準備運動で結構、使い果たしたかな。準備運動を準備しておきます、はい、技がまだね、噛みつき攻撃とかね、マイクパフォーマンスとかね。ミトカさんは一人だけ漫画みたいな動き、なんかね、カクカクしてるよね。パタパタして、うわ、すごくない？向いてるんじゃないですかね。キャラがね。